こんにちは。朝は元気にお花ぞみ、夜はすやすやお休み、のぞみんこと秋葉のぞみです。今日のテーマはここぞという時の勝負服の紹介です。じゃじゃーん。はい、今日の勝負服のポイントは頭のお花の髪飾りです。そして全身はこんな感じで、よいしょ、見えるかな、白で全部統一してます。で、全体的に透け感のある服を着ているので、ここぞという時の勝負服として少しセクシーさをアピールしているのがポイントです。私がこういう服を着たい時はズバリ夏祭り、夏祭りだったらこういうちょっと派手なアクセサリーをつけても結構馴染むと思うので、勝負服としていいかなと思いました。全体的にだいたい1000円、5000円、セールで1万円、こんな感じです。みんなまた感想を教えてください。バイバーイ。